こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、大千葉カントリークラブ、インコースの15番ホール、レギュラーティーからピンまで375ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、ゴルフサバイバル、2回、11回ステージを開催しました。15番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、難易度の高いパー4。ティーショットは、左右の池を避けることに専念する。池まで220ヤード。フェアウェイが、少し右に傾斜しているので、センターやや左狙い。セカンドショット、セカンドショットは、グリーンが小さいため、センター狙いで、グリーンの傾斜がきついため、手前から攻めたい。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。インコースの15番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで375ヤード。ハンディキャップは 3S 字のミドルホール。難易度は9ホール中4位。平均スコアは 5.42。平均パット数は 1.92。100切りの人は3-4-2パットが無難です。インコースの15番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで375ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、難易度の高いパー4。ティーショットは、左右の池を避けることに専念する。池まで220ヤード。フェアウェイが、少し右に傾斜しているので、センターやや左狙い。インコースの15番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットは、グリーンが小さいため、センター狙いで、グリーンの傾斜がきついため、手前から攻めたい。インコースの15番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながら、プレーをしていきましょう。ゴルフ場の週間天気と、今日、明日、明後日のピンポイント天気をお届けします。気温、降水量など、基本情報だけではなく、プレーに役立つオリジナル天気予報も。風の強さと、湿度、気温に応じたゴルフエンジョイ指数を1時間ごとにお知らせします。ゴルフ場のピンポイント天気予報をチェックし、今すぐゴルフ場予約、コンペ予約をしましょう。次回はインコースの16番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人は、チャンネル登録してお待ちください。